どうも、ケムちゃんです。イエイねえ、ちょっとお話ししたいです。僕結構就職活動してまして、もう就職活動はやめることを決意したんで、もう就職活動ってすごい人生の無駄だから、なんですんのっていうレベルもう思っちゃったから、もう就職活動はしません。自分で起業します。ちょっとね、自分でお金稼ぐことに対してすごい後ろ向きだったし、営業電話とかも全然書きたくなかったけど、決意を決めてちょっといろいろ行動しようと思ったので、もう就職活動やめて、自分で行動します。もう俺結構社会不適合者っていうのが、ね、よくわかりました、自分で。はい。もう会社入ったら YouTube とかやってらんないし、YouTube で情報発信して偉そうに言ってたりすると、お前これ何なんだって言われてね、叩かれたりするんで、もうちょっとそういうのはなしにしました。そしてね、僕のね、履歴書の封筒がすごいです、これ。こんなにたくさんあります。ね、これ封筒。1枚、いますね。2枚。3枚。4枚。5枚。6枚。7枚。8枚。9枚。10枚。11枚。12枚。13枚。14枚、15枚、16、17、18、19、22、20、21、22、こんだけのね、会社を落ちました。はい。一つは YouTube が原因です。僕は YouTube やって副業やってるっていうのがバレて、それで一発落ちました。だけど、俺はもうそれでいいと思う。YouTube やめて知名度がゼロになるやよりは、このまま頑張ります。1700人ってすごい少ないけど、俺にとってはね、嬉しいんだよ、その1700人の。あ、俺でも1700人の人に注目されることができる人間なんだ。そう思えた。くすげえバカうらたわきくだがれこんな、あ、ほんだらおたんくんやつ、はぁ、はぁ、ムカついた。はぁ、ムカついた。俺は就職活動に対する、くだらなさを感じてしまいました、僕は。なので、ここに、もう履歴書全部、破り捨てました。もう二度と使いません、こんなものは。ほんとに、もう、じゃあな、これもう、どうしてか。さっさと捨てるよバカほんと。ふぇって感じだわ。